everyday moments are the important moments that connect us. キウナ小屋。皆さんこんばんは。7月26日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオからキウナ小屋お送りいたします。今日はですね、シュープリームさん元気ですか？滑り王子マスクマンでございます。はい、マイクじゃない。マイクが、声で呼んじゃった。マイクが先週のではなく、また元に戻ってしまいました。なんか満足のいく音じゃなかった。味噌煮込みスキーと。今日はですね、岐阜県中津川市っていうところ仕事で行ったんですけども、暑くてですね、名古屋と変わらないぐらい。暑かったよね、今日ね。暑くてですね、今日はですね、アイスクリームは食べていません。ソフトクリームも食べていません。ミルクジェラートを食べました。ダンサーでございます。わ、インチキだな。はい、こんな3人がお届けします。今週のテーマは強い。今週のテーマは強いです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリ、またはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日、電話ゲストコーナーがあります。本日の電話ゲストは、シンガーソングライター、福田康之さんになります。22時13分頃からとなります。この番組は、高級木材のご用名は、名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里まんじゅう、那覇首里中村製菓、自動車整備士を目指す方、奨学金返金不要、名古屋トリプルエイト、陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海共和、アートワークウェブサイト FMJG、 ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、キャンパスレコードで絶賛発売中、福田康之フリージャの花。芋掘りイベントは八重瀬町クッシャン芋生産組合個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナ小屋。はい、先週の野菜のメールで紹介します。はい、お願いします。風文新一さんからです。ありがとうございます。皆さんは野菜サラダを食べるとき何をかけますか？我が家は塩、胡椒、オリーブオイルです。最初は少し物足りない気もしましたが、一旦慣れるとこれで十分です。チーズやピメントオリーブがあるとさらに美味しいです。ぜひお試しくださいということです。まあ、いろんなね、食べ方がね、ございますけども、まあ、王子はですね、まあ、大体マヨラーですので、マヨネーズね。マヨネーズがね、かけること多いんですけど、はい。ちょっとあれもね、かけすぎちゃうと、この胃にもたれちゃうじゃないですけどね。胃にもたれるの？それぐらい、それぐらいね、つけちゃってますので。量が多いんだね。量が多いんですね。ちょこっとじゃないんですよ。結構なんていうの、ベタベタにつけるっていうぐらいね、野菜にもね、かけてますので、たまにね、ちょっとガーリックとこう塩味っぽいようなこうドレッシングがね、ありますので、そういったものもね、味の変化をつけてね、食べるんですけど、やっぱりね、最終的にはね、マヨネーズに戻っちゃうんですよね。なるほど。なんか、葛飾のちんさんが、はい、マヨラ？確かに、卵とマヨネーズは合いますねって。あなるほど。ね。はい、そう、でも新一さんのチーズとかピメントオリーブってすごいおしゃれですよね。
メントオリーブわかる？わかりません。なんかオリーブの中に赤いなんか入ってるの知ってる？え、赤いのか。赤いのが、うん、そうそうそう、それピメントオリーブって言うんよ。うん、ですよ。あの香りが。ちょっと辛みがあるのかな、赤いのはね、はい。うん、そうなんです。あ、そうです。はい、ありがとうございます。誰もね、あの食べさせてくれないからわからないんですけど。はい、ありがとうございます。あら、そうですか。王子のお城のお料理には出てこないんですね。出てこないんですよね、なかなかね。はい。洒落たものが出てこない。洒落たものが。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね、こちらもですね、はい、野菜のテーマで来ています。はい。ダンサーさん、みそさん、摩擦抵抗ゼロ、エクセレント滑り王子、こんばんは、シュープリームです。ありがとうございます。滑りといえば王子のライバル羽生結弦選手が競技からの引退を発表しましたが、これからは王子の独壇場ですね。王子なかなか表情ではね滑ることができませんので、うんうん、あれ難しいよね、うん、まあそっちは滑らなくていいですよ。いや、いい、あれはいい、うん、氷の上はいいですよ。表現力はね、うん、とても素晴らしいと思うんだけどね、自分自身で思うんだけどね、うんうん、滑ることができないっていう、うんうん、その寂しい結果になりますよね。ふざけるなー。はい、テーマ野菜、夏山生活をしている山のふもとは野菜や果物が豊富に取れることで有名で、都内からもたくさんの方が新鮮な野菜や果物を求めてやってきますが、海の日の昨日は東京に戻るため山を下る途中で露店を覗いてみたら、野菜が都内の半値でどれを取っても大きく新鮮。そういうことですね。きゅうりなんて手に鬼の金棒かと言いたくなるような太さと溶け出し、試食させてもらったトウモロコシはみずみずしく生で食べられるまで果物のような甘さです。お、そうだね、取れたてってそうですよね。甘いですよね。もうなんだか東京で野菜を買うのがバカバカしくなってきましたということでございます。そうだよね、わかりますね、うんうん、うん、そうだよね、何でもそうですけど、こう取れたてとかね、なんていうのかな、この育ちのいいものはね美味しいですもんね。確かに長野県にキャンプ行くんですけど、うん、やっぱりね、白菜の甘さというか透明感というかね、味がすごい透明感があるって分かります？おー、うん、やっぱり違うんですよ。うんうん、ね、あれ多分土壌とかも違うんでしょうね、水が大事だと思います、うん、野菜は、うんうんうん、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、デジ型警部さんからです。はい、ありがとうございます。私にとって好きな野菜料理は、食堂にある家庭的な料理で、野菜炒めやレバニラ、沖縄のソウルフードとも言うべき、ゴーヤーチャンプルーやナーベラーの味噌で味付けした料理などが昔から好きです。逆にダメな野菜は、トマトやキュウリなどのサラダ料理です。ドレッシング類は、マヨネーズ、タルタルソース、イタリアンドレッシング、などのドロドロしたものは口にすると体が拒絶反応を起こしてしまいます。私がサラダ料理を食べるのは非常に限られて、ドレッシングも柚子や醤油、青じそなど、そういった辛味味の中華ドレッシングなどと限られています。みんながサラダ料理を美味しいと言いながら、サラダ料理が美味しいと言いますが、羨ましい限りです。サラダ類やドレッシング類が苦手な理由は、幼い頃にサンドイッチに当たってしまったことからです、ということです。あら、あ、サンドイッチ当たるんですね。いや、サンドイッチ危ないですよ、結構。そうなんだ。あら、そうなの？うん、そうそう、油断してると結構ね、やっぱりこう手を加えて、うん、しかも加熱がないので菌が増殖しやすいですよ。なので夏場は気をつけてください。まあ、夏場全般的にね、ね、危ないって、ね、言いますもんね、うん、でやっぱり炒め物料理って理にかなってますよね。炒めるから菌が死ぬんで、やっぱり夏はそういった料理がいいのかもしれないですよね、うん、サラダはなるべく作ったら早く食べる方がいいかなって思います、うんうん、はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、はい、CM ですね。あ、はい、はい、CM です。はい、じゃあ CM の後は福田康幸さん登場です。はい、
建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。私ども東海共和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターAnd Object の実験的ミュージアム。ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。名古屋にある電脳職人村はインターネット一筋22年。サイト制作、システム開発などニーズに合わせて提供します。最高の品質、最高のノウハウ、最高の感動をお客様に。お問い合わせは電話 052-232-8333、 または電脳職人村で検索。ただ一つ叶うなら、お母さんに会いたい。その思いが僕の心を動かし歌にしました。福田康之、プリージアの花、キャンパスレコードにて絶賛発売中。ねえねえ、学校のイベントは決まったの？まだなら八重瀬町の畑で芋掘り体験はどう？一人500円で約2キロの芋を持って帰るって。予約は098-998-4010。ぐしちゃいも生産組合、あさとに電話したらいいさ。はい、今日の、今夜の電話ゲストは、シンガーソングライターの福田康之さんです。こんばんは。こんばんは。こんばんは。元気ですか？一応元気になっておりますけど。いやいや、名古屋行きたいですね。ありがとうございます。本当に、いや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 、もう今日もありがとうございます。ありがとうございます。あ、福田さん、はいはい、まだ知らない方もいらっしゃるかもしれませんので、自己紹介、はい、お願いしてもいいですか？ああ、いいですよ。はい。沖縄県内で、を中心にちょっと音楽活動している福田康之と申します。まあ自分で歌を作ったり、いろいろ曲を提供されたりとか、まあマイペースな活動ですが、一つよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。何かで、まあちょっと聞いたお話ですと、イベントがなくなっちゃったんですよね。ああ、そうですね。もう、しょっちゅうなので、もうだんだん、もう慣れてますけども。そうなんですか。まあ、なんか、うまくいくときは行くんじゃないかな、ぐらいの感じで。ああ、まあ、ラフに考えてます。はい。あ、はい。そうですね。今、ちょっとね、人数、ね、感染者の人数も増えて、厳しいかと思いますけど、まあ、ずっとこんなわけではないですし、必ず、できる状態になるかと思いますので、またそうですよね。もうここはもう少し、踏ん張り時なんだろうなっていう感じで捉えてますね。そうですね。はい。
普段は、福田さんって どういったことをされていらっしゃるんですか？普段は、結構企画、はい、企画して、その沖縄の楽器とか、はい、もちろん三線なんですけれども、はい、三線をこうどうコーディネートしていくのかとか、はい、そういったことをこう職人さんたちと一緒に、はい、作ったりとかする仕事をずっとやってて、はい、それがまあ結構、長いというかもう、まあ、楽しいというか、はい、こう新しいものをこう作っていくっていうのが、好きなんですけれども、はい。で、そういったことをしながらも、音楽、それをこう音楽に活かして、はい、できる限りこの沖縄の三線とかその音楽を、いろんな形で伝えたいっていうのがあっての音楽活動でもあるんですよ。はい。そうなんです。だからまあ、その大きく分けてその二つ、させていただいてますね。ああ、そうなんですね。そうすると、はい、三線自体の、その、プロデュースっていうんですかね、その三線本体のプロデュースをしたりとか。そうなんですよ。そうすると、例えばデザインとか、材質とか、そういったところにもこだわりをがあるという。ですかね、そうなんですよ。だから、うん、いろんなも難しい問題とかあるんですけれども、はい、それをもう超えていって、はい、こう引き手さんに一番喜んでいただくにはどうしたらいいかとか、でまた自分自身も新しい、音楽のスタイルっていうのをしながら、沖縄の音楽ってすごいよねっていう一人になりたいんですよね。なかなかチューニングって結構その音のチューニングっていうよりはその本体の方のチューニングって結構難しいですよね。奥がもう深くて、うん、ギターとかでもどの三味線とかね、いろんな楽器でもそうだと思うんですけど、うん、沖縄の楽器もすごい奥が深いなと思いながら、毎日毎日をずっとこう考えているって感じですよね。そうですね。実はですね、うん、今の隣にいるものがですね、最近生の三線が聞けないということで、ちょっと寂しがってるものがいますので、変わります。はい、ご無沙汰しております、味噌煮込みスキーです。ああ、ご無沙汰です。福田さんのね、生演奏をちょっと聞く機会がなかなかなくてですね、ちょっと寂しいなと思っております。でも。そうですよね。でも仕方がないですよね。もうちょっと我慢のところですかね。そうですね。もう少し経つと、沖縄のその生の三線の音も、ね。そうですね。いろいろ聞きに来れるような状況になるかなと思うので、もうちょっとの進歩ですね。ね。福田さん、また新しい曲を作られたということでお聞きしておりますけれども。そうなんですよ。で、まあ、自分で、はい、ちょいちょいとこう作ったりカバーしたりとかっていうことで、ちょっといろいろ楽しみながらなんです、やってたんですけれども、まあ、この、今度ですね、8月の2日、はい、?8 月の2日、はい。に、その、お世話になってる東京の方のプロデューサーの方で、末崎さんという方がいて、はい、で、まあ、結構やり手な方なんですけれども。やり手な。そうそうそう。もう本当にすごい情熱家なんですね。あ、で、そうです。で、その方にいろいろご縁いただきながら、こう、2、3年ぐらいちょっとやってたんですけれども。はい、で、久しぶりに連絡来まして、はい、で、まあ、恋花火っていう歌があるんだっていう話になりましてですね。はい、で、それで、そのピアノのバラードなんですけど、それにちょっと歌を歌ってみないかみたいな、そんな感じがありまして。で、それで急遽、はい、本当に急遽だった。本当に急遽だったんですね。はい。はい。もう急いで録音しちゃって、はい、沖縄の方でやって、で、急遽リリースって感じで、なってますね。そうなんですね。リリースの形は配信のリリースとお聞きしておりますけれども。はい。おっしゃる通りです。配信ですね。配信ですと、その、あれですかね、こうダウンロードして聴いていただけるという形ですよね。そうですね。はい、ダウンロードか、また、その、アプリ。アプリから。はい、iTunes とか、その、いろんなツールがあるじゃないですか。ええ、それでの、その、サブスクなどが、いろいろ聴けるかなと思います。はい。ね、なかなか今こう実際に生の演奏が聞けないですけれども、こうやって、配信でお楽しみいただけたら
あの福田さんの素敵な、演奏と歌声が聞けたらと思います。ありがとうございます。もう本当名古屋恋しいなと思いますよね最近。あーねー本当ね、徳川美術館行きたいなと思って。そうだね、本当に徳川美術館はね本当にじっくり見ると本当に1日かかりますとは言いませんけども本当にかかりますよね時間が。でもそれぐらい見応えがありますのでね、本当にそうですよ、ね、収束した暁にはぜひ名古屋にで徳川美術館も、はいね、楽しんだ後はしっかり福田さんのライブなど あると嬉しいなと思っております。こんばんは。どこでも行きますんで大丈夫です。滑り王子でございます。あーお久しぶりです。元気ですか？元気ですよ。もうあのですね、相変わらずいい声してますね。ありがとうございます。じゃあコラボできるように。やっぱりですね、あの大物の、ゲストさんがね見えた時には必ずねあの私がねあのオファーをしますので、まあ今一つはですね、やっぱり王子をイメージしたですね、あのまあ、はい、この私ねこの旧名古屋でおしゃべりした時のコンセプトはですね、このクラシカルで、はい、アカデミックで、まあ、今もう一つ増やしてラブリーな感じでねおしゃべりしてますので、そういやもう最高ですよ、うん、おだまり、そのイメージでね福田さんにね、うん、一曲ね短歌ね作っていただけるととってもありがたいんですけど、ね、おだまり。じゃあなんか歌詞書いてくださいよ。じゃああのですね、まあ一フレーズをね、うん、あの入れていただけるならですね、あの南国沖縄でですね、南国沖縄、あのまあ恋人同士がですね、はい、なんていうのかな、あの凍りつくようなね、もう凍りついて凍りつくようなね、ちょっと、うん、凍りつくようにもうあのくっついて離れないっていうよね、あ、逆説的なところがなんかいいでしょ、あの沖縄なのに、そうですね、うん、暑い沖縄ですから、うん、暑い沖縄の凍りつくぐらいのもうねくっついてで、ね、もう離れないよっていう。あの決してあのいい、ね、私がねあのトークが滑ってるということはございませんので、うん、よく言われますので大丈夫です。あのトークが滑ってとっても寒いよって言われますけども、それがまた暖かいんですよね。ですよね、さすが福田さんでございますね。凍りつくようなもうたまんないですね。うん、ちょっとねこのイメージがねとってもね頭にねあの浮かんでねいいなと思いましたね、はい、うん、もしかしたらいいですね、そこをまたこうね、ワンフレーズちょっと。で、これがね、沖縄でまた情熱的っていうと、ね、当たり前のような気がしますので、ね、この凍りついて離れないっていう。共通ですよ、これは。うん、これもういいかな。え、もう、うん、もういいかな、ね、もういいかな。ということでですね、ねあの最後に大事なお話をしなきゃいけないんですけども。はい。大丈夫ですか？今、BGM で流れてます。はい。はい。ムイバナ。こちらですけども。ムイバナ。はい。はい。こちらですけど、もうすぐリリースされる曲なんですよね。これも、自分でもう出しちゃってて。あ、そうですか。そうなんです。もうこれは、はい、出しちゃっているんですけれども。はい。もう、これどうかな、最近ですかね、もう結構1週間前ぐらいだったかなと思うんですけど。これはもう配信、これはオンリーですか？配信で、配信で、どこの配信サイトでも聞けて、はい。思い花って。歌なんですけど、これもまた三振の音も入ってるので、はい、ぜひ聴いていただければなと思います。はい、今ですね、ちょっとか見ますと、そうですね、うん、いろんなサイトで今配信されております。Apple Music、Spotify、YouTube Music、LINE Music などなど、すごいですね。はい、有名どころが、うん、はい。配信されてますので。そうなんですね。全然わかんないですよ、ね。そうか。今流れているウムイバナはもう配信が始まってるということですね。そうですね。そうなんですよ。じゃあ早速。はい、で、また今度の8月2日が、はい、また、恋花火っていうやつが、またあるわけですね。はい、あ、じゃあもうね、たくさんいろいろ福田さんの曲を楽しめる機会がたくさんありますね。そうですね。はい。はい、まあもう本当にそうですよね。できるところまでは、心込めて頑張りたいなと思ってますので。ありがとうございます。ではもうリスナーの皆さんもぜひですね、サブスクの方でお聞きいただければと思います。はい。はい。はいはい、よろしくお願いいたします。はい。本日の電話ゲストは福田康之さんでした。どうもありがとうございました。いやいや、どうも。本当に、またお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。「
しい。キウナ名古屋。はい、メールご紹介します。はい、やっと今日の、ね、テーマ強いで来てますね、読みたいと思います、はい。バーモントさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。今月の初めに石垣島と竹富島に行ってきたのですが、はい、島での3日間ずっと両腕両足に日焼け止めクリームをがっつり塗っていましたが、見事にこんがり日焼けしました。今も足の甲に島草履を履いた跡がくっきり残っています。でも例年日焼け止めを塗っていないと一皮めくれるくらい日焼けしてしまうので、今年は本当に良かったです。また落ち着いた頃に行きたいなと思っています。ではではということでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。日焼けすると痛いもんね。ねえ、カープボーイさんからツイキャスで、強いなんですけれども、はい、今ヤクルトスワローズかな、去年からなんでいきなりこんなに出てきてるんだろう、意味がわからない、どさくさま入れて出てる気がするだろうな、す、うん、気がする、なんでだろう、強いっていうことで、だってその前ドベだったんだもん、そこが、うん、優勝したんですよ。うん、ね、でもどさくさまひれにって表現もちょっとなんかカープボーイさんらしくちょっと笑ってしまいましたけど、うん、はい、ありがとうございます。はい、野菜でもう一つ実は来てるんですけれども、大丈夫ですか。どうぞ。はい、じゃあイカリさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。去った3連休中の天気の良い午後に庭でのんびりバーベキューをしました。肉と野菜は生ニンニクのみでした。ニンニクは一つ皮を剥いてホイルに包んで炭の中でそのまま蒸し焼きしました。ホクホクで最高でしたということです。あのね、ニンニク焼いてても美味しいですからね。ああ、でもいいですね。美味しいですね。でもちょっと気になるのは野菜どうしちゃったんだろうと思って、他の野菜なかったのかなと思って、ちょっと気になりました。はい、はい、じゃあエンディングでーす。はい。来週のテーマはカメラ。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 来週のテーマはカメラです。この番組は、芋掘りイベントは八重瀬町ぐっちゃん芋生産組合、キャンパスレコードで絶賛発売中、福田康之フリージャの花、ウェブサイト制作、システム開発は名古屋電脳職人村、アートワークウェブサイト FMJG、陸上海上輸送を一貫サポート、名古屋東海協和、自動車整備士を目指す方、奨学金返金不要、名古屋トリプルエイト、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、高級木材のご用名は、名古屋中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい。はい、またおまけのコーナーがありますので、うん、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、それでは、閉店からーん。